BAR-005 は BAR が2003年の F1 世界選手権3専用に開発したフォーミュラワンカー。2003年の開幕戦から最終戦まで実戦投入された。デザイナーはジェフ・ウィリス。005はウィリアムズから移籍してきたウィリスを中心に開発され、004までのレーナードカラーを払拭するマシンとなった。設計は ウィリアムズ流のコンベンショナルなもので004よりもパフォーマンスは向上していたが小型化したギアボックスやエンジンの信頼性エアロダイナミクスの効率ブリジストンタイヤとのマッチングといった問題の解決に追われながらシーズンを過ごしたイギリス GP では後半戦仕様のエアロパッケージを投入エンジンインテークが三角形から五角形に変更されたまた サイドポンツーン側面のフェアリングを1枚増やして、それと上面のミニウィングを連結する独特のデザインを採用した。ホンダ V10 エンジンは軽量化や高回転化などのバージョンアップを続けたが、ダウンホース不足を補うためウィングを立てて走行したので、自慢のエンジンパワーが相載されてしまった。レースドライバーは、ジャックビルヌーブと新加入のジェンソンバトン。佐藤拓馬が、 リザーブ県テストドライバーを務めた。バトンは予選順位、決勝成績ともにビルヌーブを上回り、アメリカ GP ではリタイアするまで16周に渡りトップを走行した。ビルヌーブは最終戦で佐藤と交代し、4位6位のダブル入賞で1年を締めくくった。チームは26ポイントを獲得し、コンストラクターズ5位でシーズンを終えた。ありがとうございます。